え、俺が好きなターン。回ターン。回ターン。回ターン。いや、そんな回しません。はい、どういうターンなんですか。背負ってて、はい。はい、いいですか。こういう風に。あー。あ、え、そういう風に。ソーフンミンと一緒ターンや。そうなん。知らなかった。え、これ一発でボールを使えますあれ。めっちゃ使える。マジっすか。それ両足でできますよ。いや、多分左しかでいいんだ。なんでそれはドリブルは左でやろうと思ったんですか。ボール来た乗ってる時に、はい、こうなった時に、はい、こういってこっちの方が好きっていうか、はい、やりやすいんで、はい、俺はフェイントとかあんまりしなくて、あの体のあれで、はい、どこ見てんのか感覚やけど、はい、もう相手がどう来るかっていうの分かる。あ、マジですか。ちょっと未来が見えるゾーンみたいな。あ、取られそうってやったら、はい、バッチッと体に。あ、もうなんかぶつかりに行くけど、バチッと深い選手ってそんなでかいタイプじゃないじゃないですか。スウェーやのに、なんでそんなでかい相手に対してそうやっていけるんかなって。それも分かる。なんかあ、どこ来るな。あ、こう当たってきたから、いいで当たってきたから、あ、絶対ぶっちゃいてるわ。マジっすか。そんな感覚すごいな。喜ぶでしょ。しかしあの、こんな話聞けんの初めてですよ。ここに行って、これで来たからやったら、あ、自分からぶつかりに行くんですか。こう行って、こう、あ、そうですよね。やばいってなったら、こう当たってこう。マジでってことですよね。けどあんまり足の、はい、恩師ターンするな。やっぱ前向いて、うん、すぐ後ろ向いたら、もうバケじゃないですか。だから、もうあんまりターンせず、ま、ここだけでしょ。あ、そうなんですか。体育も確かにそんな難しいフェイントとかしてないですね。体だけ。マジで体の使い方。体の使い方。ヤスってなんか俺フェイントとかのイメージあるんやけど、足を転がしてとか、うん、そんなん全くしなかったよ。え、あ、調子乗った時はちょこ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 やるけど、はい、あんなん見せ技みたいな。見せ技みたいな。あ、そうなんですか。やっぱりほんまにトップレベルの選手もそうやもん、はい、こんなんずっとやってるやつがね、あ、点取るかって言われたら見せてるだけなんで、まあ、やっぱりメッシみたいにこうパンパンパンとか、うん、はい、シンプルで。ここまでの選手がシンプルって言うと思えへんかった。見せるのが好きって言ってたから、相手の予想をつけへんプレーが、その相手の予想つかないプレーって実際どういうことですか。俺は体ちっちゃいから、うん、体ちっちゃいなりに考えてやらんと、やっぱりもうめっちゃでかいやつ無理じゃないですか、はい、だからいかに相手の前に入る。ああ、もう前に入る。前に入る。ちっちゃいから俺はもう前に入っていくって潜る、潜るし、用意ドンみたいな感じになるときあるんですよ、はい、一発目でバチ前中入ったら、はい、変わるんですよ。もうそいつ、そのディフェンスが怖かったら足引いて、ああ、結構足速かったですか、当時。足速かったですか。いや、多分出ないです。めちゃくちゃ速かったです。一瞬やっぱ両方持ってた方がいいですかね、このドリブルは。やっぱやっぱ臨機応変にできるからね。今伝わったんで、やっぱドリブル好きなんです。伝わった。いや、なんか一番伝えようとしてるのに詰まったらおかしい。いや、喉に難しい。当時やってた練習とかって教えてもらいたいな。まあ、12種類ドリブルだ。はい、それが12種類あるんですか。これが1個目か。で、2個目。2個目が、はい、これ。ああ、最後足を覚えてるかな。忘れてるかもしれない。12個は多いね。3個目。練習をしてた。練習。ああ、もう反対じゃなくて、はい、一回ちょっと見てみたい。上がってきた。上がってきた。イメージで言うと、こう、はい、ドリブル。次4個目が。4個目はエラシコフをもう練習、ドリブルの中で挟んでいく。練習の中で挟んでいく。ちょっとやってもらっていいですか。任せろ。やらかす。
ち。もう左できる。あーけどすごいな。柔らかいですね。柔らかいです。やばい。5つ目。5つ目がシザースエラシコ。シザースエラシコ。あ、動きながらもやって。6つ目。6つ目はね、メッシが日本でしてた、多分あー、分かります。分かります、分かります。これっすよね、フィファワールドカップのサントリーかな。そうそうそう。あー、分かります。あれキーパーかわせやったっすよ。そう、風化してあれはね、無理。あ、できない。え、当時はできました。当時みんなもうできんから普通にこう風化して。普通にやりたかった。裏話や。裏話。じゃあ7つ目。7つ目はねなんか問題みたいなってきてるから。記憶力7つ目で詰まってたら12個は絶対出ない。だってもう何年ぶりよ。あ、7個目はね、多分後ろ向いて、俺これも結構好きなんですね。はい、わざと後ろ向くフィールド、はい、前に。あー、よく使うな、上手い選手。いや、なんかボンタッチで上手いって分かるよな。やばい。じゃ次8個目、普通にお紅茶。これ、あー、お紅茶だ。大丈夫大丈夫だ。これ、あー、これアシュラロールしてまた上げた。あ、何も触らへん。触らない。これだけ。あ、もうそれでジグザグでやっていくみたいな。9個目やつ。9個目コちゃんのチョンって言って、はい、あ、え、結構むずいと多分これ。え、めっちゃうまいよ。見た、今の6回、もう1回いいっすか。6年やってるから。ちょっ、ちょっ、うまい。これ9個目っすよ。これ9個目。あと3つ。あと3つ。もう3つ。もう5名分からん。あ、ラストだけ。あ、はい。あ、覚えてる。これはもう、一番最初の、これの、はい。はい、これをちょっと、あー、足の上で引いて。それ前に進むんですか。前に進まない。そう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 。いやー、いいこと聞いた。え、これはもう、海選手だけがやってた。みんな、みんなもう休む。これをセゾン入った時に教えられてた。あ、そうなんですか。で、安上がった時にまた、それもやる。そう、同じ。いや、すごいことになってます。これもあの動画にはめ込むが消えた天才の方に。あるぜ、あるぜ。一回入れる。だったらやらんって言ってたね、最初。やらん。Step by step, I will fly you.
さかの2戦目でキーパーしてる。おい
途中からだんだん口から出てた。多分ほんまに疲れたよ。ありがとうございます。ここで大丈夫ですか。はい。ありがとうございます。